回パトラジ、はっちまるよー。ということで皆さんお久しぶりのパトラジ、です。このパトパトチャンネルもそろそろ2周年だね。いきなり話題に入ったわね。それはそうだよ。だって2周年だよ。2周年、2年もちゃんと続けてるんだよ。まさに奇跡だよ。そうね、ここまでちゃんと続けてこられてよかったわ。でも今少し大変なことになってるんだよ。どうしたの？2周年動画、まだ全然作ってないのです。もう時間がないわよ。パトの話では2周年はあえて何もしないでおこうかなって考えてるらしいよ。時間がないなら仕方ないからね。それにストーリーも9月入ってまだ10話、正直遅すぎるんだよね。でも今投稿している10話って主の原稿では13話の内容らしいよ。たった3話でしょ？それを引いてもあと47話以上だよ。ペースをどんどん上げないと。現実は厳しいわね。まあ、自業自得だから仕方ないね。それじゃあ気を取り直して今回のお題を聞いていこう、せっかちゃん。ここでは普段からパトパトチャンネルを応援してくださっている視聴者との交流の場ということで、このパトラジのコーナーを務める私せっかと、私、大花が以前募集したお題の回答を聞いていきたいと思います。今回はパトパトチャンネルのコミュニティで募集した、ソラー、プゲラッチョのコメントを見ていきたいと思います。ねえ、一言言っていい？このお題考えたやつ、後で覚えておきなさいよ。まあまあ、これはあえて変なお題を出して、視聴者さんたちがどういう反応するか見たいっていう。主からの要望だから。よし、主を収録後しばく。でもこんなお題にもなんと117コメントいただいたので、その中から私たちが気に入ったコメントを見ていきたいと思います。それじゃあ早速見ていこう。アカウント名原、ななみさん、精神科の予約入れておきますね。で、頼むわ。こらこら、主は多分、一応、正常だよ。自信ないのね。でも本当、主の好奇心には困ったもんだよね。思いつきでいろいろやりすぎなのよ。計画性を持ってほしいわ。それはもう願うしかないね。ということで原ななみさん、あなたの代わりに私たちが責任持って直しておくわね。次はアカウント名川口E さんで、ホラープゲラッチョとは、正義である。ホラープゲラッチョからどんな物語が始まるのよ。でも何かの漫画で子供の時の合言葉が悪徳宗教の合言葉に使われているみたいなシーンを見たような、見なかったような。漫画かどうかは知らないけど、20世紀少年、がそんな話だった気がするわ。今の子はわからないかもだねー。数年前は映画で3部作公開されるほど人気だったのよ。私の記憶が正しければね。それでお題なんだったかしら。正義だよ、正義。あ、そうだった。とりあえずホラープゲラッチョが正義かは知らないけど、あなたの中でホラープゲラッチョを思い出すたびに幸せが訪れることを願います。意味がわからないならわからないで終わらしたらいいのに。わからないものをわからない回答するから最終的に意味がわからなくなったよ。なんかそのまとめ方も意味わかんないね。とりあえず混乱する前に次に行きましょう。アカウント名、ヨッシーさんで、やけどした時、ホラープゲラッチョ。今回、何かになった時に、ホラープゲラッチョ、っていうコメントが多かったね。見てて面白かったけど、リアクションしづらいから、最終的にリアクションが取りやすいヨッシーさんを採用しました。シンプルイズザベスト、だね。ちなみにもし、ホラープゲラッチョ、を言うとしたらどんな時に言うかな。私か、私はゲーム機を落とした時にホラープゲラッチョって言うかもしれない。いや、言わないか。私が言う前に結論出さないでよ。ちなみに私は、何か興奮してる時に、ホラープゲラッチョ、って言うかな。変態じゃん、うるさい。そもそもホラープゲラッチョで話題を作れっていうのが無理なのよ。やっぱり虫跡でしばく。とりあえず今回のお題返答はここまでにしようか。というわけで今回のお題は終わりたいと思います。今回はお知らせはありません。じゃあ今回のパトラジ、はここまでですね。次のお題はコミュニティ、Twitter の両方で募集しますのでぜひ皆さんもお時間がある時に答えていってくださいね。それでは次回も楽しみにしていてくださいね。それではご視聴。ちょっと待ってください。大花さん、せっかさん、私を忘れてますよ。あ、ごめん忘れてた。もう、ずっと楽しみにしていたんですからお願いしますよ。ごめんごめん、それじゃあ今から。パトラジ、放送局から7人お知らせ放送局へ切り替えます。ということで皆さん、こんにちは。いつもツイッターでお知らせを発表しているななみです。今回は、宣伝と、紹介ということで、パトラジに出させてもらっています。私は普段から、ツイッターで動画投稿のお知らせをこの場で伝えていますので、私を気に入ってくださった方は、ぜひ、ツイッターに遊びに来てくださいね。そしてお知らせはもう一つ。今日、もしくは近いうちに、RV で撮りためしている動画をすべて投稿する予定です。理由は、今の撮りためている動画に、私が入る場所がないから、とりあえず消費したいとのことです。と言っても、スライムランチャーしかありませんでしたけどね。ちなみに私は、マリオメーカーの実況をしてみたいです、虫さん。ということで、私からのお知らせと宣伝は終わります。みんな、Twitter と RV で待ってるからね。はい。
これでパトラチとナナミンお知らせ放送局を終わりたいと思います。次の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。